今日はですね、46名様、まあ、ちょっと皆様の名簿を拝見させていただいたんですが、やはり、まあ、この日に参加される方は、ね、普段お仕事をされている方が多いということで、平均年齢が非常に若くなっています。だいたいいつもですね、70代前後の60代から70代ぐらいの方がほとんどを占めて赤くなってました、八王子の付近が。3時半で赤い渋滞マークが見れるのそうそうないです。で、まあ、予定なんですが、今日は談合坂のサービスエリア最初に休憩で寄ります。で、その後諏訪のサービスエリア、そして、松本インターで降りて一般道を進んで平湯っていうところで一回休憩をして、それから白川郷に行く。今日の観光はもうまさに一箇所、白川郷って世界遺産の観光地の有名な観光地になります。そこに着く時間大体何時ですかと皆さんもね、あの必ず質問があるんですけど、ざっと言いますとざっと言いますと、まあ早くて3時台です。ですので、まあ、夕方になるかと。これから8時間ほどは少なくともかかるんじゃないかと。40キロです。今ですよ、今。7時です。今日のピークは9時だそうです。昨日から言われているニュースでは、中央道、今これ中央道ですね。首都高から中央道入りますけど、45キロが、渋滞予報が出てます。はい、諏訪湖のサービスエリアで。8時5分になりましたか。
富山でよく行き来は田舎でアルペンルートホーム富山です。富山駅、はあ、富山駅でかいね。立山さん、東急駅、豊洲駅、